はい、皆さんこんにちは、亀の形です。はい、今日はですね、お店屋さんでね、いつものようにね、ペンを見てたらですね、って思ったね、ペンがあったんですよね。はい、まあ日本なんですけどね。はい、でね、ちょっとね、それ見てたらね、はい、筆箱ひらめいたー。でね、ちょっとね、筆箱はひらめいたんですよ、頭の中で。でね、早速ね、その2本を持って帰って、はい、まあ家でね、それ並べて、じゃあそれに、まあ筆箱大きいから、はい、これ足して、これ足して、これってちょっと思ってた時に、いや、ちょっとね、ちょっと待てよと思いまして、いつもね、こういう風に足して、足して、足して、足してってしていったんですけど、まあその2本のペンね、そこまで高くないペンなんですよね。はい、値段にしてね、まあ、これはね、割引元からしてある店とかあったりとかで、値段帯はバラバラかもしれないんですけど、メーカー公表150円のペンです。まあ、それが日本なんで300円なんですけど、はい。まあ、300円のペンに、なんかいろいろバーって足していくいう、まあ、アプローチもあるんかもなんですけど、いや、待てよって思って、はい、安価に行こうって思ったんですよね。はい、逆にマイナスで減らしていくパターンでどこまで削れるかみたいな形でやってみたんですよ。はい、となった時に、これも減らせる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 ってなってきたら、はい、最終的にね、なんと2本に落ち着きました。はい、ということでね、今回紹介する筆箱、総額がですね、なんとね、はい、約300円なんですよね。はい、という形でね、300円に収まったんで、まああれなんですけど、まあね、やっぱ日本のペンなんで、しかも両方とも同じね、実はペンなんで、まあ利便性とかね、はい、その機能性とかいう面ではちょっとね、まあないかないう形なんですよね。ただまあその日本のペンで、まあ、安いやつなんですけど、はい、いろいろね、語ることができたり、世界観とかもね、出せたり、はい、男性でも女性でも楽しめて、ある意味強いっていうね、はい、こういうふうな形のいろんなちょっとね、要素を持たせることがちょっとできたかなと思うんで、はい、今日はですね、ちょっとそれをね、紹介したいなと思います。はい、ということで、スタートします。はい、じゃあね、亀の子さんが作った筆箱、こちらになります。じゃん、こちらになります。あれ？亀の子さん、亀の子さん、これ、はい。これ、パイロットのペン、ね、ある程度の値段のやつ買ったらついてくる箱じゃんって言われるんですけど、はい、そうなんですよね。はい、これね、まあ、今回の筆箱紹介、まあ、筆箱とはもうなんか既存の使ってもらったらいいんですけど、はい、自分は今回はこの箱の中に入れました。はい、まあ、この箱自体はね、もしも仲良いね、文房具屋さんとかがいてね、くださいって言ったらね、くれるとこもあったりもするかもしれないですし、はい、結構ね、文房具好きな方やと、これ、無料でもらえ、あげるよという形でくれるかもしれないです。はい、でもまあ他にね、ペン買ったりとかした時も、それにね、まあ入れてもらったりみたいな形で、まあね、文房具、結構好きになりだしたら、これがね、余ってきたりするやつになります。はい、まあでもね、まあ今回は自分このペンの中身がね、主やったりするんで、まあこれはね、ちょっと納棺みたいな形でね、はい、まあさしてください。はい、でね、中身のね、問題はこのペンなんですよね。はい、じゃあね、それをね、今からね、紹介したいなと思います。でもね、このね、箱に入れたんはちょっとね、意味があるんでね、はい、後の方でね、ちょっとこれに入れた経緯みたいなのもちょっと紹介したいなと思います。はい、じゃあね、ちょっとね、はい、この気になる中身、はい、自分が買ったその日本のペン、何やったかを紹介します。はい、じゃあ一旦こういうふうに下げまして、はい、それでは行きたいと思います。はい、亀の子さんが買ったペン、こちらになります。はい、この2本なんですよね。
これね、取り出すとね、こういう形のペンが登場します。紹介します。パイロットのアクロボール L シリーズ。L シリーズのやつになります。それぞれね、150円、150円。なんで、300円。元からね、引いてあるとことかいろいろあったりするんですけど、約300円ぐらいで手に入る、ノック式のボールペンです。でね、これなんですよね。アクロボールなんでね、同社のアクロボールシリーズ、ご存知の方いるかもなんですけど、滑らかに書けるボールペンになります。で、これなんですけどね、お店屋さんでね、どういう形で出会ったかと言いますと、写真撮ってきたんですけど、こんな感じのね、重機の光景でした。アクロボールって書いてあるとこにね、いろいろバーって、陳列されてたんですよね。もう他社のね、ペンとかもなんかね、入ったりとかもなんかしてたんですけど、この中でね、とりわけね、自分がスーって見てた時に、ここの一角にね、すごい目がいったんですよね。ここちょっとね、拡大しますと、こういう形あったんですよね。もうね、このね、亀の子さんが何を思ったか、このね、ちょっと黄色なんですけど、このちょっと黄色なんですけど、ちょっとね、金色がかった。しかもこの文字も金色ですよね、これ。ちょっと黄色なんですけど、この金色がかった。さらにこれちょっと上げてみるまでわからなかったんですけどね、この下のところがね、ちょいピンク気味のなんか紫みたいな、なんかそんな感じだったんですよ。そんで真横にあったのがね、これ紫やったんですよね。このね、金色というか、この黄色みたいなんと、この紫の世界観。これをね、見た瞬間にね、自分ね、あれを思い浮かべたんですよね。あれとは、ゴールデンフリーザ。ちょっとね、自分、ゴールデンフリーザのね、声までできないのがちょっと残念やったりも するんですけど、ドラゴンボールスーパーにね、出てきた、ゴールデンフリーザですよ。昔のドラゴンボールをね、ご存知で、最近の知らない方は、そのゴールデンフリーザちょっと知らないかもしれないんですけど、最近ね、放送しましたね、ドラゴンボールスーパーにいてね、フリーザがね、さらにパワーアップしまして、ゴールデンフリーザとしてね、蘇った形になるんですよね。そのね、カラーリングがね、白とね、紫じゃなくてね、このちょっとゴールデンなね、金色とこの紫っていう世界観だったんですけど、もうね、このね、もう重機の中ではこのグリップ部分隠れてて、この上だけやったんですけど、もうこのちょっと金色がかったのと、この紫見た瞬間に、これゴールデンフリーザやんってね、頭の中にもうなんか浮かんじゃったんですよね。そしたらね、もうこれね、L シリーズってね、ちょっと調べてみたらね、女性向きって書いてあるんですけど、これ男性でも結構刺さるじゃんって、これ思ったんですよね。となってきてね、これがね、ちょっと嬉しくてね、このね、日本のペンをね、ちょっと買ってきた形になるんですよ。そんでね、家に帰りまして、この2本を並べまして、これに合うペン、ゴールデンフリーザがね、自分頭の中にあったんで、シードのね、消しゴムのね、ゴールドのやつとか、あとビッグのね、このペン自体がね、そこまで高くないペンやったんで、ビッグのね、金色のね、ボールペンをこうやって合わせてみようかなとかね、なんか、あとは、あれですね、韓国版、最近韓国版で限定で出た、かなりね、メッキで綺麗にしてあるスマッシュのね、やつとか、あとステッドラの製図ペンのやつとか、なんかね、オレンジのなんかゴールドみたいなやつとか、結構ね、そのゴールド系の軸をこうやってバーって合わせていこうかなって思ったんですけど、ちょっと待てよってそこで思ったんですよね。せっかくね、この日本でね、もうある程度世界観あるのに、そこからさらに筆箱の面積に合わせてバーっていろいろ足していったりとかしたら、逆にちょっとね、この良さがね、この日本でのこの、初めのこのね、お店屋さんで出会った時のあっていうね、その驚きとか、そこからちょっと遠ざかっていっちゃうかなって思ったりしたんですよね。なんで、あえてこうやって狭めて、最終的にビッグのね、金色のペン入れるかどうかとか、その、
ね、あのシードのゴールドのね消しゴム入れるかちょっといろいろ悩んだりその辺はしたとこもあったんですけど、いやちょっと待てよ、やっぱり最終的にはこの2本だろうっていうことにね、はい、あの個人的に落ち着いた形になります。まあね、ボールペンね2本にこれなっちゃうんで、まあね、あの赤のねとか緑とか使いたいとかね、なんかシャーペン使いたいとかになったらこれボールペン2本なんでちょっと機能性はなかったりするんですけど、はい、もうこの2本でねゴールデンフリーザーってね言えたりもするんですよね。でね、さらにねこれ L シリーズなんですよね。はい、なんでまあ女性向けターゲットでも別にいけるということなんで、これ男子も女子もいけるっていう、はい、そういうポイントがあったりするんですよね。はい、まあね、L シリーズというよりかね、もうこれZ シリーズじゃんみたいなねちょっと ところもあったりもするんですけど、はい。ほんでね、ここのね、この箱にしたのも理由があるんですよね。はい、まあこれね、2個なんですよね。はい、日本のペンなんで、まあ日本のペンがうまいことさせるやつでなんかないかなって思ったんですけど、まあなんかね、革のシースみたいなのに入れてもいいかな思ったんですけど、いやちょっと待てよ、この箱やったらこれ値段抑えられるやんやし、まあ2本ぐらいこれ入れたら、このペン自体はそんな太くないしいいかなって思ったら、はい、こんな形でね、うまいことちょうど2本ハマったんですよね。はい、でね、こういう風にね2本ハマったなんかね、新品のねペンを買った時のようなね、ちょっと気持ちにもなったりしますし、はい、劇中でね、ゴールデンフリーザーね体力回復する時にね、なんかこういう風な装置になんか入ってたような気もするんですよね、宇宙船の中で。はい、なんかそういう風な感じもしますし、はい、このね、これなんですよ、このアクロボールのねこのシリーズって、これ実はこれパイロットさんのメーカーが出されてるやつなんですよね。はい、なんで同じねパイロット同士なんですよねこれ。はい、ということでね、この中にねこういう風にスッて入れたらね、もうこれ筆箱になるじゃんって思ったんですよね。はい、なんでまあこれ筆箱でね、はい、こうやって持って行ってこういう風にスッて出してね、こういう風にポンってね置いたりしてたら、これね、ドラゴンボール好きな人とかね、最近スーパーまで見てた人やったらね、これ見た瞬間に、あ、これゴールデンフリーザじゃねみたいな形でね、なんか気づく方ももしかしたらいられるかもね知れないというやつなんですよね。でもちろんねこれ男性だけじゃなくてね、さっき言ったようにねこれ女性が持っててもね全然素敵なやつやったりするんで、ある種ねこういう風に入れてねこれプレゼントしてもね、はい、今からクリスマスシーズンなんでねいいかもしれないですねという形のね、はい、こういう形のね、はい、ペンの紹介でした。はい、というね、はい、こういう筆箱なんですよね。はい、ということでね、まあこの動画が良かったと思う方はグッドボタンを、はい、でチャンネル登録の方とか、まあいろいろ動画紹介してるんで見ていただけたら嬉しいなと思います。はい、ということでありがとうございました。バイバーイ。